NEC レッドロケツ、コンヨット・アチェラポン選手にお話を伺っていきたいと思います。まずは本日の勝利おめでとうございます。ありがとうございました。白熱した試合の中勝利を勝ち取りました。今日の試合を振り返っていかがでしたでしょうか。Today is a hard game for us because Agil is a good team, but we held each other and okay, we can get point and we can win today.非常にタフなゲームだったんですけど、アゲオさんっていう強いチームに対して、NEC もチーム一丸となって戦えたことがとても良かったと思います。25得点のうち2ブロックと攻守ともに活躍されていましたが、ご自身のプレーを振り返っていかがでしたでしょうか。 I think I can play because my team trusts myself and we can do together.チームがすごい私のことを信頼してくれているので、そのおかげでいいプレーを残すことができました。ありがとうございます。明日はトヨタスタイクインシスが対戦相手となりますが、
明日に向けて意気込みをお願いいたします。明日ないです試合。失礼いたしました。それでは最後に配信をご覧のファンの皆さんに向けて一言お願いいたします。Thank you for my fans who come to cheer us and ขอบคุณพี่ๆคนไทยด้วยนะคะที่มาเชียร์ที่สนามในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ会場に来てくれた皆さん、そして配信を見てくれた皆さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。 NEC レトロケツコンヨットアチャラポン選手でした。